れてる？よし、頑張るぞ。押さない、引っ張る。えいえい、おー。かすみ、中庭行くぞ。皆さんでミーティングを。何やってんだ。よし、送信。なんだ、メッセージか。で、着信だ。そう、メッセージ、ガールズバッドパーティーのみんなに。第2回に向けて皆さんでミーティングをしたいと思っています。皆さんで最高のガールズバンドパーティーにしましょう。よろしくお願いします。かすみ、何か思いついたのかな。どうだろう、こういう時のかすみって何も考えてない時な気がするんだよね。私もそっちのかすみに一票。この勢い、第1回の時のかすみを思い出すな。でも富山さんたちらしい進め方だと思うわ。勇気な、なんだかんだかすみのことちゃんと信頼してるよね。彼女たちらしさを貫いてきちんと結果を出しているからよ。うん、そうだね。市ヶ谷さん、お疲れ様です。あの、メッセージ読みました。あ、はい。ポッピンパーティーの皆さんの行動力、私も見習わなくちゃって思いました。え？ありがとうございます。はい、だから次のミーティングで皆さんがどんなお話をするのか今楽しみなんです。頑張ります。っていうことだから、言うことまとめとかないとやべえ気がする。どうしよう、私まとめるのとか苦手だよ。自分たちらしく勝負すること、それは楽しさを伝えるライブをもう一度やること。押すんじゃなくて引っ張る。以上。終わるな。でもそれでいいんじゃないかな。リミ、リミまでそっち側に行くなよ。けど自分たちらしく勝負することってそういうことなのかも。そうそう、ほら、考えすぎちゃうと私ダメだし。自分で言うなよ。しょうがねえな。お、メッセージだ。マリナさんから。かすみちゃんたち、さすが、何か思いついたみたいだね。楽しみにしてるよ。やっぱりカンペとか作った方がよくないか。